カドマット島は、インド領のラクシャディープ諸島に含まれる、アミンディブ諸島に属する島である。ラクシャディープ諸島の他の島と同様に、サンゴ礁の岩礁により形成されている。中央がくぼんだ岩渉の辺縁部にあり、面積は3.2平方キロメートルである。島は、長さ8キロメートルの防水型をしている。カドマット村が島で、唯一の居住地である。 島の陸地は平均海水面から約2から3メートルである。地表は、サンゴやサンゴが砕けた欠片や砂で覆われている。海岸は砂浜である。岩礁の幅は、約50メートルである。カドマット島は、最も近いアミーニ島の北北東8キロメートル、ラクシャディープ諸島の主要地、カバラキ島の北西67キロメートルの位置にある。 最も近くにある空港は南西に7 0トル離れたアガッティ島にあり、インド本土の高地からの便がある。アガッティ島からカドマット島まではフェリーで2時間半かかる。本土からのフェリーの便はやはり高地から出ており16時間を要する。島の見どころはガラスボートでサンゴ礁の海中を観察したり、近隣に出没する海亀の観察である。 このような自然や景観を保つため、インド政府の環境森林省は、海洋自然保護地域に指定しており、島の動植物や自然環境を保護している。島の平均気温は24.2セシ34.4度である。5から9月の雨季には平均1237ミリの降水量がある。1日の最大降水量の記録は241.8ミリである。 ラクシャディープ諸島の衛星写真2001年における島の人口調査によると5319人である。人口密度は1705人平方キロメートルである。1991から2001年の人口増加率は33.48%であった。この島にはウミガメの生息地がある。産後礁はウミガメの海遊地となる。海藻生育域は ウミガメの餌場となる。陸上の住処は、メスの産卵場所にもなる。漁業を除いた、主な経済活動は、島の5%の工作可能地による農業である。ココナッツのプランテーションと、それに関連した小屋繊維の生産は、重要な産業である。水が豊富なのでピーナッツ、トウモロコシ、サツマイモ、コク類、キビ、パパイヤ、バナナ、ワサビの木などが生産される。 最も主要な産業である漁業は、島の人々のライフラインである。漁は、海岸、型、珊瑚礁などの沿岸で雨季に行われる。トロール網とポールラインを使って、マグロ漁を行う。木製の漁船を使って、型の中で次のような魚を取る。アジ、イカ、タコ、ペルカ、イワシ、エイ、カジキ、サメ、カツオ。人工的な影響により、 サンゴ礁が10%失われていることや気候変動による脅威にさらされている。島への出入りのために型が浚渫されたり、浚渫した物質を型内に放出することがサンゴの生態に影響をもたらしている。海岸のサンゴをブロックや平板として生活資材に使用することが海岸や砂浜の侵食という形で島の重大な土地形態学的の変化を起こすかもしれない。 海水の温度上昇に伴って、サンゴの種類が45から9に減っている。カドマット島は、カヤックやシュノーケリング、ガラスボートで海中を観察できる観光旅行ができる。この島は、インドの西の沿岸を横切る野生生物が見られ、インド人以外の観光客が訪れることが許された唯一の島である。ただ、一度に収容できる観光客は50人のみである。 ありがとうございます。